どうしたの？ぼーっとしてしまって。キー、変な顔してるわ。いや、なんでもないよ。本当？もしかして風邪とか？そのくらいならクラックで直せるさ。大丈夫、僕は何ともないよ。そう？それなら良いのだけど。たくさん食べて元気をつけてね。朝食はいつもより多いですから。昨日のシチューの残りもあるし、今朝の卵はお芋と一緒に炒めてみたの。せめて一口ずつは食べてくださいね、ドクター。ああ、善処するよ。キア。はい。今朝はルアハの姿が見えないようだね。まだ待機状態、寝ているのかな？ええ、いいえ、違うわ。外出？そうだけど違うの、行ってしまったから。出て行ってしまったの。行くところがあるからって。行くところ？見つかったんだと思う、あの人の行こうとしている場所が。書き置きがあったの、テーブルに。ギーも前に置いてくれていたわね。ここのテーブルに書き置き。お世話になりましたってキーにね。使用したエンジンエネルギー代金はいつかお返ししますって。キーヤには一言だけ、心配しないでって。いつもルアハがいなくても。こんにちは、キー。何もない。
大丈夫、考え事は。こんにちは、キ。ごきげんよう。すこぶる調子は良いようだ。こんにちは、キ。なぜ？キー、どうしたの？ドクター、誰に話しかけてるの？キー、顔色が良くないわ。青ざめて、真っ白。ダメダメ、具合が良くないのなら戻ろう。無理はしないで、今日は休んで。ダメだ。なぜだ、なぜ再びお前が現れる。僕はまだ狂ったままか。循環移植続ける。僕はまだ狂っているままな。こんにちは、キー。黙れ。休み、そして目覚める時間だ。起きたの？起きないでいいわ、キ。あなた倒れてしまった。な、喋らないで。大丈夫だから。聞こえていないかもしれないけど、言っておくね、キ。あなたひどい熱があって、雑踏街の往来で倒れてしまったの。ミース君が偶然通りがかってくれて、それでエラリーのところへ行ったわ。お薬をもらって。エラリーが言うには風邪だって。
ひどい病気じゃないから大丈夫って。無理をしすぎだって。だからね、キー、今日は休んで。ゆっくり眠って。大丈夫。キーヤが見てるから。大丈夫だから。自覚をしただけ。大公爵を破壊したあれか。けれど僕は彼とは違う。我が主、我が新たなる玉座にある大いなるもの、あなたの時間だ。大公爵の糸は全て切れてしまった。時間は止まらない。おそらくはあなたの望む通り、生贄の子羊は今や自戒の浮き目にある。第二の奪われし者にはかなわぬだろう。己に割り当てられたクリッターを吸収したミラン・ガガールは何者よりも強大無比だ。それは子羊を殺すか、それとも登らせるか、どうとも思っていないのだろう、あなたを。だが時間だ。
何もないんだな。道化師、僕の幻、お前は僕の記憶と共にあるな。バラバラの爪を思い出させるなら、僕の狂気はここで始まった。そうだ、道化師。何がある？何もない。そうだ、何もない。お前は幻だ、道化師。何もない。お前がたとえ僕の記憶から生まれても、それには何の意味もない。たゆたう水と同じだ、そこにあるだけだ。ああ、ごめんなさい。人がいたの。こんな雨の日に、私以外の誰かがいたのですね。ごめんなさい。みっともないところを見せてしまう。ごめんなさい。ごめんなさい、ごめん。でも、ここにいると、振り返りたくなどないのに、私、思い出してしまうの。10年前の、あの日、あの時のことを。思い出すと言いましたね。はい、思い出してしまうのです、あの時の。覚えているのですか、あなたは。はい、覚えています、すべて。知っています、すべて。だからここに来ると、私は思い出したくなどないのに、こうして
涙を。ペトロギナ、覚えていますよ。はい、思い出したくはないけれど、何一つ。それでも私はあなたに答えましょう。あなたがそう望むのであれば。ここにあったのは一つの因。皆が忘れてしまっていても私は覚えています。上層大学附属医院、もう一つの名は上層公園病院。多くのお医者様がいらっしゃいました。多くの患者さんが通っていましたよ。ええ、そう。入院していた人も多かった。そう、多かったのですよ。上層の補助金で運営されていましたから、保険の概念は現在ほどなかったけれど、仮想の人々の多くにとって支払い可能な診察費はごく少なくて、それに応えるために作られたとってもとっても立派な院でした。だから人は多くそこに集まって、人々は皆感謝していたのですよ。上層の大公爵閣下の恩恵と献身的に尽くしてくれる医師たちも。あの日、あの時まではね。今日も来てくれたのですね、ドクター D。 はい、ミス。今日も聞かせてもらいたい。あなたの語る記憶は興味深い。とてもね。面白いことなどないでしょうに。あなたは変わった人なの。過去に興味を持つだなんて、都市の人々皆が忘れているのに。ねえドクター、あなたはきっと分かっていないのですね。忘却は美徳なのですよ。
辛いことを覚えている意味なんて、意味なんてありはしないのです。あなたも分かっているはず。僕には意味があります、ミス・ペトロヴナ。ミスはつけなくても結構ですよ。私はただのペトロヴナです。大公爵閣下でさえそう呼ぶでしょう。まあ、今日はお土産を持ってきてくれたの？雑踏街で買ったものです。せめてお話を聞かせていただくお礼に。お口に合うかは分かりませんが、ぜひ。まあ、これはあれですね、聖教から伝わった食べ物で、サンドイッチと呼ぶそうです。ゲームの傍らに手にできるのだとか。そうなの。目にするのは初めてのことです。珍しいもの。どうもありがとう。いえ。それでドクター、今日はどんなお話を聞きたいのでしょう。10年前の暮らし、10年前の崩落とクリッターの権限。クリッターのことであれば、僕も覚えていることがあると思います。人々の暮らしを聞かせていただきたい、ペトロヴナ。そう、でも覚えてはいるのでしょう。皆が忘れているのはその時のことなのだし、それ以前であれば。思い出してみたくなったんです、10年よりも前。それを思い出すこと、失ったものが何であるのか。僕らは皆努めてそうしてこなかった。思い出してきませんでした。だから言葉で聞いてみたい、あなたの口から。
皆ではないのですよ、ギー。私は覚えているんですから。この私だけは何も失ってはいません。あの頃、人は絶望を知りませんでした。明日は輝いていたから。アーコロジー計画、北欧帝国赤学協会の協力さえ取り付けて、大公爵閣下は全て順調に進めていました。生産は確保されて、あらゆる生活設備は充実する。人々はそんな夢を見ていました。きっとあなたもね。唯一の憂いは、そうね、強いて言えばこの空、この灰色の空の暗さだけが人々に陰る。肺炎が生み出す蒸気病、それだけはどうしても克服できなくて。でも、おおむね人々は上を向いていました。明日を恐れなかったけれどそれはあくまで鳥かごの中でさえずる小鳥の安寧だったのです。本当の解放を誰もが知りませんでした。その日、その時まではね。解放、ええ、解放です。あらゆる束縛から逃れて空を仰ぐこと。わかりますか、ギー。もちろん、その時が来た今でも真に解放された人は多くはありません。例えば、この私であるとか。あなたは解放されている。そ、ええ、そうよ。そうです、ドクター。あなたもそうあってほしいと私は思う。今を受け入れること、空を仰ぐこと、それこそがこの都市における人の解放。そうでしょう。自らの死を受け入れた今、大公爵閣下が解放されているように、同じように都市のすべてを私は受け入れているから、私は解放されているんです。大公爵、死を受け入れた。ええ、そうです。何か私はおかしいことを言って。なぜ知っているのですか、大公爵が存在していないということ。あなたは上層の。いいえ、
私は上層貴族などではありません。聖教から来たただの女。アーコロジー計画の進むここへと訪れたのです。楽園となる城を目にしたくて。楽園にはほど遠いものになったけれど、それでも私は解放されました。偽りの劇場であなたに全てを解放された大公爵閣下と同じようにね。なぜ知っている？言ったでしょう、ギー。私は全てを知っていますと。10年前の復活で何があったのか。ここにかつてあった委員で失われ、人々に忘れ去られることとなった41の命。生まれるはずだった41の命。彼らに与えられるはずだった41のおもちゃ。国威の男は言うでしょう。あなたたちはその罰を受けているのだと。41の命、おもちゃ、罰。41の命は世界を見なかった。だから都市はこうあるのです。誰もが過去を振り返ろうともせず、誰もが現在を受け入れようともせず、愚かであり続けるから。少なくともね、私はそう考えているのですよ、ギー。41の数字、それはクリッターの総数だ。何を言っている？あなたは何を知っている？すべてをです、ギー。私はすべてを知っています。私は何も失ってなどいないのですから。私がここにある意味、命を奪われてなおあり続けることの意味、この10年間という時間の意味すらも、都市法がなぜ存在するのか、大公爵は果たして一体誰だったのか、なぜ彼は都市をこうしたのか、それは41の命への贖罪のためです。クラッキング実験はご存知？今孤児を上層が集める理由はご存知？何を言っている？あなたの言葉は混乱しているように聞こえる。わからない。何も僕には。
いいえ、違うのですよ、ギー。誰もが分かっている、覚えているはずです。けれど、今行われようとしているのは別。孤児たちから奪うため、その可能性を。大公爵の実権を引き継ぐ若い王が立ってしまったのですよ、ギー。あなたは混乱している。落ち着いてください。いいえ、ダメ。ダメですよ、ギー。私は高ぶりを抑えることはしません。あなたを愛してあげましょう。あなたは過去に多くを置きすぎたのです。あなたの言葉がわからない。何を言っているのか、何を指しているのか。だが、それに対して断ると言えば、僕は。あなたは全てを失うでしょう、ギー。奪うことは生きることです。奪わないことは死ぬことです。この生と死のジレンマにあって、選択肢など一つしかありませんもの。混乱しているのは僕も同じか。この感じ、機械使いか。あなたの考えがわかります、ギー。そう、私は機械を操る者の一人。哀れにして愚かな奪われた者の一人。今や三人となったうちの一人。我が機械と対になるべくしてある一つのおもちゃを得た唯一の一人。そして、すべてを知る者の一人。